それからだったチョチョンガジェンガラリンゴジェンガラリンゴジェンガラリンゴチョチョンガジェンガラリンゴジェンガラリンゴドン。やってるやってる、トット君の昼寝を妨害する犯人はカバ君。おや、何の種まいたのかな。やがて芽を出し美しい花が咲くでしょうというわけにはトット君の意地にかけてもいかないよよ。うっしっし、知らぬが仏、カバ君って単純だからね。いやいや、池の中から芽が伸びてきたぞ。トット君、カバ君に無実の罪着せちゃ悪いよ。いやいや、この花何でも食べてしまう。まあ、すごい食欲。トホホ、一巻の終わり。夢だったんだよ、夢。花を愛するカバ君って美しい心の持ち主だよね。花よりも美しいのは友情だよ。ね、カバトット。